こんにちは。北区西ヶ原にある七社神社にやってきました。今回は渋沢さんとゆかりがあるこちらの神社や周辺スポットをご紹介します。こちらの七社神社は渋沢が氏子をしていた神社として知られています。境内には渋沢さんなどの寄付によって建てられた拝殿が現在も残されています。七社神社では大河ドラマの放送に合わせ御朱印に渋沢栄一がデザインされたイラストを捺印してもらえます。ということで実際に御朱印をいただきます。わー、渋沢さんのイラストのハンガーをされてます。かわいい。神社の前には国指定の文化財西ヶ原一里塚があります。江戸時代に作られた塚で、一度は道路の改修工事に伴い撤去する計画がありましたが、渋沢など地元住民の運動により塚の保存に成功。北区の貴重な財産として今も見ることができます。続いて向かったのは国の重要文化財に指定されている旧醸造試験所第一工場。醸造試験所とはお酒の醸造方法の研究や品質の改良を図ることを目的に明治政府が設立した研究施設です。試験所の中核施設となる第一工場は貴重なレンガ作りの建造物として有名ですが、この赤レンガは渋沢さんなどが設立した日本レンガ製造で焼かれたものを使用してるんです。日本の酒造りの発展に貢献したこちらの工場、施設の見学や利用もできますので一度訪れてみてはいかがでしょうか。